ダッシュでこそどうも武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。僕です。はい、ということで前回の動画引き続き今回も小田さんに来てもらってるんですけども、早速じゃあ今日2人で練習しようということで、僕の練習に合わせていただく形になるんですけど、スピード練。1月中旬で寒いなと思ってたんだけど、今日ちょっと暖かいですよね。うん、気持ち高い気がする。なのでちょっとメニューが150、120、180、もうちょっとピリッとやりたいなってござんす。怪我だけは気をつけてほしいなってところあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと 100m まず小田さん走りきれる体も作ってほしいですし、スピードも欲してほしいんで、そういったところの中間をちょっと今日狙ってます。150が18秒ぐらいで、120が14秒切って13秒中盤ぐらい、100が11秒中盤ぐらい、80が9秒23。さっきさらっと180って言ってたから、150、120、180。めっちゃビビりましたびっくりしちゃった。初走り、初走りだ、初めて。あ、そうだそうだ、困ったもんだ。小田さんの尻を叩くのは僕と視聴者なんで、叩かれるまあちょっとそこを2人で、しっかりこなしていきたいなと思います。おい、じゃあよろしくお願いします。おい、お願いします。ダッシュで行こうぜ。なんか謎の規制走るのもね、変わんないね。あ、これも、うん、これも全然変わんない。こいつらもうそろ30だよ。30のおっさんです、こいつら。もうすぐ小沢変質者だよ、それ。たまにま相変わらずの迫力です。はい、流し1本目ですね。どうですか、今流し行ってみて。だいぶ小田さん動けそうなので、今日の設定だと多分勝負じゃないので、小田さんにはちょっと僕にしっかりついてもらって流すの禁止。きつい僕と並走すれば多分流せないと思う。ビタ好きです。ビタ好きです。煽り運転します。これ脱げるかな。ニューバランスのさ、ズボンさ、すごい柔らかくてめっちゃ履きやすいけどさ、チャックないからさ。ないんだ。ないんだ。チャックあるやつないやつのさ、でかくないですか。あったら脱ぎやすいもんね。はい、短距離脱ぎ履き多いからな、レストの時間とかもあるし。まあそうだね、それでかいね。俺なんや、可愛いっしょ。汚いっすね。え、すごっ。 できるもんなの。みんなできるじゃん。ダッシュで行こうぜ。小沢のさ、現役時代のさ、公式大会のワースト記録ってどんぐらいなの、大学時代で。いくつだろう。いや、11はさすがになかったですね。10秒8とか7でクソムカついてたのを覚えてる。へぇはぁみたいな、やる気なくしたみたいな、よく言ってた。くすぶってましたね。7、8で9とかはワンチャンあるかもしれないですね。マイナス2とか3だとかって感じですよ。あー、まあそうだね。10秒9はしょげるな。みんな風である。みんな風であるしょげる。10秒9で喜んでたな。よし、スタートライン。スタートライン立っていつも終わった。今だったら喜ぶ。今19嬉しいっすね。今出たらね、大したもんですわ。はーい。いやー、武田進むね。 PKD がクリロナで小沢がメッシに見える。そんな課題バランス。ダッシュで行こうぜ。13秒8でした。お、いいね。どうですか。きつい。今のパンチが終わったところで 100m に入ります。本日のスパイク紹介、ナイキ。
ピン2もないじゃん。入ってるかな。1個あった。でも割れないのピンマシン。地味にへこむやつじゃん。ピンレス、はい、ピンレス。スリマがね最近スリ少ない。そう、スリ封印してるから、やめてくださいって言いました。チキチキに。あ、理由は動画で上がってますね。あ、でもなかなかいい動画ですもんね。クソさんだからね。クソさん2年生の時吸ってなかったもん。2年生は吸ってたよ。3年生からだって。そうだよ、絶対そう、絶対そう。周平もさ、吸ってる時代はあったんですか。 あったよ。てか最初そうだったか。でももう一回見よう、あの動画。なんで吸っちゃダメなんだっけ、忘れちゃった俺内容。単純に摩擦だよ、抵抗で。ああ、はい、溶けやすい。うん、なんで吸っちゃうかっていうと、うん、足の移動距離をできるだけ少なくしたいから、横の動きを強くしようとして、うん、結果吸ってしまってる人はまだいい、うん、だから桑田さんってめっちゃ低いじゃん。めっちゃ低くてめっちゃ横の力強くしようとするから、こんな走りできるわけないじゃん。はいはいはい、まあ、知ってるけど、うん、でもそっちより吸った方が横の力出しやすいんで。なるほどね。やってるけど、うん、一番見やがんないのは体立てて吸ってる。これがもうめちゃくちゃ多い、うん、あ、これただ吸ってるだけじゃん。足遅いしスパイクダミンするし溶けやすいし、うん、かっこいい柄で吸ってる人もいるってこと。そうそうそう、ま、真似してやってる。速い人が吸ってるから吸ったら速くなるんじゃないのって思ってたら吸ってるだけだ。その人たちも悪気ないんだ。ちょっとかっこいいじゃん、うん、何ってなるもん。本当に速くなること追求してるんだったらあんまり意味ない。キリも吸ってないしね。で、小田さんもね、吸っないと余裕ある。なんか見た感じね、俺の。小田さんの自信とか分かんないけど。まだ分からない。吸わなくてもいけるでしょ。あ、いけるっちゃいけるけど、やめたてだからです。やめたて。まだ違和感を感じます。これから SNS に上がるけど、吸ってない小田さんがいっぱいいるから。寂しい。え、待って、そんな二人とも表情被ることある。仲良し。お疲れ様です。11秒7でしょ。11秒 7? いや、きつい。ちゃんと設定通りいけてるね。どうにか、どうにか。スパイクの偉大さを知りましたね。走りやすいな。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。お疲れ。頑張ったね。えらい、えらい、えらい、よくやった。ヒーヒーです。ラストめっちゃ上がっちゃった。僕で8秒9だったんだよ。早っ。そうだね、 100m に換算するとおそらく11秒4秒あたりでしょう。今はね、しかもセット走の中でね、これやんなきゃ 100m 完走できないんで、まあそういう意味では最初のステップとしてはまあいいのかなと。よくできました。全部できないと思った。ギャラはきそうだもん。でもいつもより顔緩いっす。前運ばれた時に比べたら多分全然、はい、そう白だったんで。塩覚悟しました。知ってた、小田さん泣いたんだよ。泣いたの。泣いたの。今日お疲れ様でした。また頑張りましょう。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。